サーティース TS7 は、サーティースが1970年及び1971年の F1 世界選手権に投入したフォーミュラワンカー。ジョン・サーティース、シャハブ・アーメド、ピーター・コンニュルによって設計された。サーティースは、ジョン・サーティースが BRM を離脱した後に設立した彼自身のチームである。彼は、マクラーレン M7C を購入し、TS7 が完成するまで、 それを使用した。TS7 は1970年イギリスグランプリでサーティース自身のドライブでデビューした。予選は19位で通過したが、決勝は油圧のトラブルでリタイアとなる。ドイツグランプリでは予選を15位で通過、決勝はエンジントラブルで終了したが、9位完走という記録である。オーストリアグランプリでは予選12位、決勝はエンジンブローでリタイアとなった。 イタリアでは予選10位、決勝はスタート直後に電気系のトラブルでストール、リタイアとなった。カナダでは予選5位、決勝も5位に入る。アメリカグランプリではデレック・ベルがセカンドドライバーとして加わり、サーティースは予選8位、ベルは13位となる。決勝ではサーティースがエンジンブローでリタイア、ベルは6位で完走した。 メキシコでは、サーティース一大体制に戻り、予選15位、決勝8位となった。チームサーティースは、コンストラクターズチャンピオンシップで3ポイントを獲得し、ランキング8位となった。1971年南アフリカグランプリで、チームサーティースは、t s 級をサーティースに与え、ブライアン・レッドマンとロルフ・シュトメレンに TS 7を、与えた。シュトメレンは、予選15位、 レッドマンは17位となった。決勝はシュトメレーンが12位、レッドマンは7位となった。次前スペインからチームはすべてのマシンを TS9 に切り替えた。チームサーティースはコンストラクターズチャンピオンシップで8ポイントを獲得し、2年目のシーズンもランキング8位となった。スティフティング・オートレーシズネーダーラントはサーティースから TS7 を購入し、地元ドライバーである。 ジーズ・バン・レネップを起用して1971年、オランダグランプリに参戦した。バン・レネップは予選21位、決勝8位を記録した。すべてのポイントをサテティス・ 33SQ が獲得した。ありがとうございます。